まだ T シャツは寒い。こんにちは、紹介者 JP です。はい、ついに動物戦隊獣王者が明日から放送開始になりますね。ということで、獣王者のデラックスおもちゃが本日発売されたわけですが、まず第1弾はこちら、ご紹介したいと思います。動物獣拳デラックス獣王バスター。獣王チェンジャーと獣王キングは体験会で結構遊んじゃったので、こっちの方がちょっと気になってるので先にレビューします。はい、今回の動物戦隊獣王者の5人のメイン武器となるアイテムですね。今回の戦隊はキューブがいろんなところに登場する、こういう武器アイテムなんかにも、青とか赤とかのキューブがくっついていたりする、ちょっとね、特徴的な武器になっています。動物獣剣ということで、銃と剣が変形するタイプです。特級ジャーの特級ブラスターみたいな感じなのかな。そして変形方法が、青のキューブと赤のキューブを入れ替えることで銃と剣にそれぞれ変形するという面白い武器ですね。それでは早速開封したいと思います。よいしょ。おー、白い本体と青いキューブと赤いキューブが入ってます。あー、やっぱり今回は全体的に小柄ですね。思っていたよりも小さい。まあ、展示品は見たときはそんなに大きさが分かんなかったんですが、バラバラになってるせいもありますが、結構小柄になりそうですね、合体後も。はい、こちらのアイテム、グリップの部分に単4電池を2本使用します。電池をセットして蓋を閉めてネジを回して、はい、これで準備完了です。続いては青と赤のキューブを準備します。まずは青いキューブ、この重厚部分を押すことで、はい、このように真四角のキューブ型になります。そして青いキューブの一辺だけに、このように象と虎、ものすごく力強いシールが貼ってあります。すごい強そうですね。背景が流れていて、虎や象が全速力で走ってるような躍動感あふれるデザインになってますね。そして続いては赤いキューブ、こちらはキューブから斜め上に剣が、このようにね、出ているんですが、この剣をここね、まずここで、このように収納することができて、そしてこれをこの中に収納することができる。赤いキューブはここがね、少し出っ張ってしまってますが、まあ、ここを除けばほぼキューブ型に見えますね。はい、このような形になってます。そして赤いキューブにもやはり一辺だけ、このようにステッカーが貼ってあって、今度はイーグルとシャークとライオンですね。こちらも躍動感あふれるかっこいいデザインになってます。ちなみに白い本体は、はい、このような感じ、ここがスピーカーになってますね。一般的な銃の形状をしていて、このように赤いトリガーがあって、ここが電源スイッチですね。で、ひっくり返して反対側、ここはキューブの合体を解除する赤いボタンがついていて、そして一部シルバーやブラックの塗装が施されてます。そしてね、この辺の黒のデザインとかも、カクカクカクってなってて、やはりマインクラフトのような、ドットのように見えますよね。では早速電源を入れてみたいと思います。おー、それではまずは剣モードで遊んでみましょう。まずはこちらの赤い剣キューブ、剣キューブの下の溝と本体側のこの溝を合わせて後ろからスライドしていきます。はい、このように入っていきますので、はい、この辺まで、この辺まで来たら、今度は青い銃キューブ、これを後ろから同じようにして、赤を押し出すような形でスライドさせていきます。二つのキューブを前に押し出すと、赤い剣キューブからブレードパーツがピョーンって飛び出て、効果音が鳴りましたね。あとは、この飛び出たブレードパーツを上に持ち上げると、このように先ほどしまった剣先がぴょこんと飛び出します。はい、これで剣モードが完成しました。おー、本体側のグリップと剣が一直線になって、その間にキューブが斜めに2つ入っているようなデザインですね。とっても面白い形してます。そして2つのキューブの絵柄がこのように並んだ形になって、獣王者5人の動物がこのように並ぶわけですね。ちなみにこの形、仮面ライダーゴーストのサングラスラッシャーに、
少し似てますね。大きさはサングラスラッシャーよりも一回り小さいです。はい、特急ジャーの特急ブラスターソードモードと比べてみても、はい、このように一回り、二回り小さくなっています。はい、でこの剣モードの遊び方ですが、こちらの赤いトリガーを引くことで、まずは短く押すとこのように通常剣撃音が鳴ります。攻撃にタイミングよく合わせて剣撃音を発動させます。そして続いてはトリガーの長押し。長押しをすることで獣王ジャーの必殺技が発動します。獣王スラッシュはい、獣王スラッシュという、声の後に、待機音が流れますので、もう一回トリガーを引くと、おー、派手ですね。このようなド派手な必殺剣撃音が鳴ります。ここに描かれている動物の鳴き声が、聞こえましたね。迫力のある攻撃音です。ではこの剣モードから続いては銃モードに変形してみたいと思います。まずは本体側面のこの解除ボタン、赤いボタンですね、これを押しながら赤いキューブを取り外します。はい、このように変形待機音が流れますので、これで赤いキューブを収納して、今度は赤と青を入れ替えて、はい、このような形ですね。そしてキューブを前に押し出すと、はい、今度は青い銃キューブからこのような銃口がね、ぴょこんと飛び出して銃モードになりました。この変形過程かなり楽しいですよ。はい、銃モードがこのようなデザインになっていて、銃口がね、他の部分に使われてないオレンジなのがいいですね。そして、この赤いキューブのこの出っ張り、キューブの単体としてはとっても気になってましたけれども、ただの剣のヒンジで出っ張ってるのかと思いきや、ちゃんと銃モードにした時に銃に見えるような、そんなデザインになってますね。はい、こちらも大きさ比較です。特急ブラスターのブラスターモードと比べてみると、やはり、とてもコンパクトに見えますね。手裏剣戦隊ニンニンジャのガマガマ銃のサイズに、とってもよく似ていると思います。大きすぎず小さすぎず、とても持ちやすい大きさだと思います。そしてこの銃モードでも赤いトリガーを引くことで、まずは短く押して、おー、はい、このような通常銃撃音が鳴ります。銃撃音の後に聞こえるイーグルの鳴き声が特徴的ですね。それでは長押し。はい、こちらも銃をシュートという技名の後に待機音が流れますので、トリガーをもう一回引きます。はい、今のは必殺銃撃音、やっぱり派手ですね。最後、銃モードから再び剣モードへの変形をやってみたいと思います。変形方法は同じですね。この側面の赤い解除ボタンを押しながら青いキューブを前にスライド、はい、そして青いキューブを元に戻して、はい、このように、後ろから押し出す。楽しい。というか銃口を戻さなくてもいけそうですね。赤いボタンを押して青いキューブを外して、後ろからこのまま押し込む。おー、さらに短縮された。このように素早い変形が可能ですね。この変形はね、ちょっと癖になります。はい、ということで動物戦隊獣王ジャーから一つ目は動物獣剣デラックス獣王バスターをご紹介いたしました。獣王ジャーのレビューはまだまだ続きます。